カメラだ。え、これに何かあります？あ、ないです。もう来ていいですか？何してんの？逃げない、上がれ上がれ。ちょっと待って、ちょっと見てよそれ。うん。何があるんですか？何もしてないです。いいから落ち着いてください。何かしたって言った？何かしたって言った？いや、ちょっと、何もしないでください。どうですか？ちょっと見せてください、そこ。何があるんですか？正直、四角いもの入ってますね。分かって聞いてます。四角いもの入ってますね。四角いものですか？あ、うん、あ、すいません、盗撮してます。あれ、どこに直しました？ここにありますよね。これスマホあるじゃないですか。これなんですか、これ。あ、すいません、うん、あ、じゃなくて、うん、なんでちょっと感じてんの？見せてください、そう。なんでそこに隠すんですか？なにこれ？そういう技ってことですよね。じゃあこれ何これ。ちょ正直触らないですね。触んないじゃねえよ。いやそれは何これっつってんの。だから出すんです。触らないで、じゃあ出せよ。ちょっと今チラッとだけ見せてくださいよ。まず出さなくていい。触らないでください。あ、わかりました。めちゃめちゃカメラモンになってる。めちゃくちゃカメラモンになってる。うん、かわいいな。待ち受けだけ渡せる。え、渡せる。え、警察じゃないと渡せない。あ、じゃあ交番行きましょうか。とりあえず被害女性まだいると思う。うん、触んないで。もし消そうとするんだったら奪わなきゃいけなくなっちゃう。うん、嫌でしょ。だからじゃあ自分の、ね、股間かポケットに入れよう。股間でもいいよ。うん、え、何股間がいい？今股間乗り入れてたよ。入れてやってたよ。常にそこに入れてんじゃないの？今ガタガタ震えてんじゃん。何それ、震えんだったらやんなよ。いや、すいません。うん、あ、股間連れてくんだよ。大丈夫。うん、3年もう次触ったら取るから。どっちかにし、股間かポケット。ポケットね。うん、いつもはどっちなんですか？え、いや、いつもは股間だって。股間に入れてんだ。それがデフォルト。デフォルトじゃないでしょ。これ自分の足で股間行きましょう。ああ、ちょっとドンキの店員さん迷惑かかったんで。じゃあ被害女性ちょっと。すいません、失礼しました。逃げるからさ、腰だけつかましてますね。ああ、被害女性の格好が。あ、ちょっと待ってね。もうね、これだけ入れてね。あ、彼、彼女ですね。あ、来たら。こっち、後ろで口が、あの、盗撮で、ちょっと、交番に連れてくんですけど、どうします？お時間あったら、一緒に交番行きたいなって感じではあるんですけど。そしたら、ちょっと交番まで取ってもらってもいいですか？時間大丈夫ですか？ちょっとだけなんですけど。厳しいなら、あの、なんか、連絡先とか、あの、店員さんとかにも教えてもらって、それで、決定にやるとか。まあでも警察のとこまでは正直言っちゃってきてほしいです。ダメっすか？さあ、先寄れないんで、後ろをちょっとついてきてください。あの、買い物は大丈夫。こっちから回れや。そんな強いの当たり前だろ？なあ。自覚ない。こんなこと強く言われる自覚がないって。なんでずっと女の子つけてたんですか？多分、もうご存知だと思うんですけど。うん。はい、違う、すげえついつけて回ってたじゃん。ああ、はい、うん、東横線下行ったり。撮影自分撮影してたのに。撮影やめろってどういうこと？いや、説明してたじゃん。納得させてよ。それとは別じゃない。別じゃねえよ。じゃあ訴える。いや、だってこれだって
これが何？盗撮だって言いたいの？いや違う違う違う。何？これ撮る必要ないじゃないか。あるんだって、警察に渡すんだから。いや、ここが行く。いや、この言動とか全部、はい、ね、全部警察の印象にかかってくるもんなの。あ、いや、もうここまでは行くんですよ。なんで、出てくる必要はないの？あるんだって。何笑ってんの？自分盗撮して何が面白いの？捕まったことありますか？あります。一回やって、はい、まあ、安静したつもりではいたんですよ。はいはいはい。正直どうなんですか？やっぱその捕まっても、はい、安静したと思ってまたやっちゃうんですか？あ、まあ、っていうのは実際がこうなんで、こういうなんか性犯罪ってそういうイメージ僕あるんですけど、あ、そう、何回も何回も捕まってもやっちゃうみたいな。一回捕まって反省したつもりでもう死にたいと思って、はい、自殺未遂にして、はいはいはい、本気で死ぬぐらい6ミリの、はい、そういう深さのやっぱったんですけど、はいはいはい、まあ、その時点でもう精神ちょっとおかしくて、はいはいはい、実際こうやっちゃってるんで、はい、もうどうしようもないし、じゃあ次は本気で死ぬんですか？でも死ぬよりちゃんと真面目に生きた方が楽しくていっぱいありますよ。それはそこだけ言っときますよ。働けてないんで、まあまあ、その死にたいと結構いるんですよ。正直死にたいです、もう生きていけないですみたいな。俺からしたら知ったことじゃないんで。いや、それはそうです。そんなの。僕が死ぬとか関係ないんで。そう、関係ないんで。それは分かります。僕はお兄さんよりやっぱ女の子を守る方が大事だと思ってるんで。こんにちは。盗撮事件。後ろの方が被害者の。そうです。あ、そうです。チンチンのとこに入れてました。だからチンチンにスマホ入れてやりましょうか。あ、いいですよ。あ、いいですよ。僕のやつでやるんで。ちょっと。え、マジだからね。はい、逆じゃない。これパンツの中です。これで、多分ここだけちょっとこう出してこうなってて、はい、エスカレーターで登る時に、はい、それだと映ってるんですか？映ってるじゃん。写真気はしてるから。そうですね、まあ、どっちよって話になってくるけど、ドンキの1階カメラなのか2階か3階のチンチンなのか、はい、だからその正直ズボンとパンツの間なのか、え、パンツと生身の間なのかは正直わかんないです。正直そこまでは確認してないんで。あ、一番初めのこの0秒から、そしたら何分間動画撮ってるかもわかるから。知ってるよ、何分くらいな。あ、違う、これ0秒じゃん。違う、この10秒005っていうのも欲しいの。もうちょい優しく教えてあげてもうちょい優しく教えてあげてよ。一番初めにやると、一番初めで、そうするとほら、それが表示されるから、それを撮る。面白い、はい、私こう教えてあげてよ。いやでもやばかったよ。やばかった。もうずーっと尾行してたんだけど、はい、最初だってドンキの前で俺が見つけて、はい、でそっからずーっとこっち、はい、駅の方まで来て、はい、なんか東横線の下まで行って、はい、でまた戻ってきたりとか、はい、もうずーっとで中央行ったりとか、ヨドバシの方まで行ったりとか、はい、で最終的にドンキまた戻ってやった。なんかさっき今あの正面にいるけど、ビブレで会ったって言ったんですけど、ビブレで会いました。誰？ビブレで会った。会いました。で、そこ覗き入れよって。あ、そうそうそう。あれじゃないですか。あれじゃないです。服装がちょっと。あれ違う。ピンクのシャツだったでしょ。あ、いやなんかオレンジって聞いたんで。いや、ピンクじゃないよ。色着ちゃうか。何を買ったら？何を持ってる？携帯だったら、家電製品だったら。ちょっとまあ、アメンテルには近くがいた方がいいと思うんですけど。はい。はい。はい。あ、はい。部長、それ、今の、どんなおもちゃがダメですか？いや、まあ、ちょっと孫のためのなんかプレゼントとかだと思いますよ。いやいや、わかんないじゃん。いや、まあ、そうですよね。めっちゃニヤニヤしてるけど。いや、まさか、そんな、そんなお年寄りからそういう発想につながると思わなかった。